こんばんは。今日はようこそ、アルマジロ友達ライブにお越しくださいまして、ありがとうございます。毎月第1水曜日にやらせていただいております。今日はですね、105、6回目だと思うんですけど、104回目だと思うんですけど、初登場の、ボーカリストさんを紹介したいと思います。from 津市、三重県、百本舞、拍手でございます。今までと99問が減らされるっていうシステムなんで減りは少ない減りは少ない今日は、お友達になり初めてアルマジロさん自体が初めてね来させていただいたんですけど、楽しいメンバーでお話を来させていただきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。Thank you.
その声が聞こえたらきっとあなたは幸せになれますよっていう、そういう歌なんです。でそれをちょっといただきしたいと思います。Thank you.
リジナルをね、いただきたいんです。ウィンズ・オブ・ザ・フィールズという曲で、フィールドの風っていう曲名なんですけど、私こう見えて米農家の娘でして、軽トラもアニマルで運転しますし、コンバインがもう電気です。これが自慢なんですけど、コンバインがすごい。コンバインって他の乗り物にはないロボット感がすごいあるんですよね。カシッとさんでガーッと動かんでいく感じがとってもいいんですけど、そういうこう田園風景に囲まれて育ったので、田んぼの景色っていうのは私にとっては本当に身近な存在なんですけど、だからフィールズっていうのはライスフィールズなんです。田んぼ要するに、で田植えが終わって1ヶ月ぐらい経つとですね、こう稲穂が育ってこうスカスカだった田んぼがこうみっちりと育ったこう苗がね、風にすごいまるでシルクのようにそれが見えるんですね。それが気持ちよいなと思って、書いた曲です、田園風景を思い描きながら聴いていただけたら嬉しいです。演奏をしてくださいThank you.
カルなんですけど、今日はちょっと鍵盤弾く人がいなかったので、たまたま私が弾いてるんです。ボーカルなんですけど、こう歌詞を歌わないと言いますか、声を楽器みたいにして音楽が作れたら素敵だなと思って、最近作ってるオリジナル曲はほとんど歌詞がないんです。ただ歌詞があるのも歌ってるよということ。さっき担当の話をしましたので、今度味噌汁の話をしようかなと思います。